あのさ、うん、さっきってちょっと嘘ついた、うん、今日って実はいろいろな動画撮ろうと思ってるけどな、うん、さっきって順番の話やって、うん、第一本のはミヤコが準備したものを発表すると思ってたけど、うん、え違うの、実は第一本はミニバスだよ。やだ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 今回って私の罰やから、うんうまくでもなんか最悪このいやこの前って負けたからね、うん、今回は絶対に負けないから私だって負けないよ、今回も負けませんよ、絶対に負けるよ。で罰だけの話にしようする今、うん、で罰を紹介する。罰は超簡単だよ、ただ人生の一番恥ずかしかったをみんなに教える。やだやだでしょ。え、待って、嫌すぎる。残るじゃん、記録に。やだよやだよやだよ。ちょっと、でもそんな恥ずかしい人生送ってきてないからな、あなたみたいに。ゲームは、笑ったらいいくらいね。わかる？わかる。じゃあ始めようか。ルールは、ちょっともう一回言ってください。ルールは触っちゃいけなくて。うん。あとは？あとはそれぐらいでいい。あ、そう、この動画のところで。うん。あ、見える範囲ね。そう。なんか、面白い話とか。なんでもいいね。スタート。もう始まったね、うん、じゃあ私からなんかするかもしれない。もう考えてるって笑わせそう。私え、自分で、うん、ずっとこっち見るのって卑怯じゃない。じゃああっち見、あっちの方見た、うん、あ、じゃあお互い、あ、こういう風にしちゃダメか。これ笑っちゃいけないんだよね。ねえ、うん、Got a haircut。 いいじゃん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 。強いね。え、本当にいいじゃん。強いね。え、普通に良くない？これ以上何もない私困るな。うん、でもいい感じ。いや、この動画でやめようか。全然面白くないって絶対に笑えないからね、このこいつが。だっていい感じなんだもん、ヘアスタイルが。確かいい感じやけど、他のことって、うん、でも本当になんかすっきりして。ヒゲも剃った？ヒゲ、剃れなかったね。いや、カッタン。ヒゲ剃らなかったんってやめてよ。やめてよ、そういうの。剃らなかったんじゃないよ。ちょっと待って、それは今間違っただけじゃん、自分で日本語さ。ねえ、あなたじゃないでしょ今の。普通に間違っただけじゃないよ。さて、一番恥ずかしかったことは、一番でしょ。ちょっと待って、なんか言ったら一番恥ずかしくなるやつ。友達と一緒に、私の中で結構面白いとかじゃないよこれは。なんか友達と一緒に、うん、めっちゃ高級なレストランで、うん、お酒を飲みに行ったんですよ、うん、高級なレストランとか高級なレストランに行って、相手がなんかワインのボトルを頼んでくれたんだけど、うん、そういうところに初めて行ったから、なんかワインのテイスティングってのがあるじゃないですか、うんうんうん、なんかそれが全然わかんなくて、うん、なんか私その男の人に先にこうちょっとついで、その友達がちょっと飲むじゃん。でこれ私もやるんだろうなと思って、そこにあったグラスを持ってこうやってずっと待ってたっていう。わかるこの。そしたらあのウェイターさんになんか、あ、結構ですって言って、あれってあった。気持ち。あ、なんか、うん、いい感じなそれ。ね、よくないよくないよくない。もうそのレストランにも行けないし、友達とも会わないし。会わないよ。恥ずかしいよ。あれ悲しいね、これ恥ずかしい話ね。うん、いや、悲しくはないけど。悲しい話になっちゃったねこれ。じゃあテイスティングなんて知らなかったもん。じゃあ今度って見ましょうのワインテイスティングにしようか。こうやって。どこやって何もしないとか。ということで、あ、楽しかったね、皆さん。久しぶりに皆さん。久しぶりに勝った私ね。でも次怖いね。こいつがやるから。皆さんまたねー。またね。バイバイ。でもいい感じのヘアスタイルだと思いませんか ?2018 年。の、私。何これ開かないの。いいね、いい感じですよ。ありがとう。うん、本当にいい感じ。帽子は常に脱げた方がいいと思う。あ、なんか寒いから帽子剥げるから。帽子をかぶったら剥げるから。殺すよ。あなたのためを思ってるんだって。殺すよ。違う、かぶってたら
かぶったら、ずっとかぶこの方が怖いよ。